はいどうも、延べ両手ギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのはですね、4回目のアルコールインクアートに挑戦したいと思います。イエイエイエイ。ということで、僕がめちゃくちゃハマってるアルコールインクアートに挑戦していきたいものの、今回はですね、新たな色を加え、そしてですね、アルコールインクアートでの気泡の作り方っていうのをですね、皆さんに教えていければなと思います。もしですね、詳しい材料そしてやり方っていうものをですね、知りたい方は1回目のアルコールインクアートを見ていただけると嬉しいなと思います。まずね、材料を説明していくんですが、まずこのイソプロピルアルコールを僕は使っております。このアルコールをですね、この大きいままじゃなくて、この入れ物に入れて100均のスポイトを使ってアルコールを注いでいってます。そしてですね、新たにアルコールインクアートでですね、色を使っていくんですが、今回はこの黄色と緑を加えてですね、まあ僕のチャンネルではひまわりくんの世界観っている主人公のひまわりくんっているんですが、そのひまわりくんをちなんでこの黄色と緑を選びました。そしてですね、アルコールインクアートでは欠かせない紙っていうものがあって、そちらがですね、このユポシって言われるものです。このユポシはですね、 Amazon で購入できるので、よかったら材料はですね、リンクは概要欄に貼っておくので、そちらからですね、僕が使っている材料を見ていただいて、もし購入する方はそちらから購入していただけるといいかなと思います。そして汚れないようにするためにですね、この100均で買った食器を洗った後にですね、乗せるトレイみたいなのがあるんですが、そちらをですね、購入して下が汚れないようにしたいと思ってます。そしてもう一つインクがあります。このね、ピニャータのブラスっていうものがありまして、まあメタリックなんで、ちょっとね、こいつを入れることによって輝くんですよ。それがですね、アルコールインクアートでは結構欠かせない商品になってるなと思います。なかなか手に入らないんですけど、僕はメルカリで購入させていただきました。そしてですね、まあ今回もドライヤーを使っていきます。こちらでですね、アルコールを乾かしていければなと思います。そして今回僕が作る気泡のやり方はですね、めちゃくちゃ正しいとは言えないやり方でございます。どういう風にするかというと、やっぱりなかなかですね、お金をかけずにですね、やっぱアートっていうものを楽しむっていうのが僕の中ではいいなと思うんですが、その中でですね、もう今回材料を紹介した中にですね、もう気泡を作るアイテムがですね、実は存在してたんですよね。それがですね、このダイソーのスポイトを使って今回は気泡を作っていければなと思っております。どういう風に気泡を作るかっていうとですね、まあアルコール入ってるじゃないですか。でスポイトで入れていくんですけども、もうほぼ入れないんですよ、アルコールを。もう入れないで、むしろカスカスの状態でフンフンフンってすると、アルコールって、まあアルコールじゃなくても水滴ってピャン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 って小さい粒になって飛んでいくんですよね。それを利用してですね、今回はその気泡を作っていければなと思います。なので僕もですね、これがうまくいくか全くわかりません。ですが皆さんと一緒にですね、このような形で、まあ動画が出てるっていうことは、きっと気泡が成功したんだと思っていただいて結構だと思うので、今からですね、始めていきます。なので皆さんですね、最後の最後まで楽しんでいただいて、どういう風に気泡ができるのかも楽しんでいただければなと思います。これから最高のアートの世界に入っていきましょう。では皆さんと一緒にレッツアルコールインクアート、気泡の作り方、皆さんと一緒に楽しみたいと思います。最後の最後までお楽しみください。では皆さん、また後で。
ということでね、今回このような形でですね、アルコールインクアートを気泡をですね、ダイソーの商品を使ってやってみました。どうですか？めちゃくちゃですね、まあ、黄色と緑をまず使って、普通にアルコールインクアート楽しんだ上で、最後にですね、ダイソーのスポイトを使ってですね、ピシャ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 飛ばしていったんですよ。そしたらこのような形でですね、結構綺麗に気泡が出たのかなと思います。結構美しくないですか？なんかですね、まあ、季節で言うと秋のような感じで、今にぴったりの作品になったかなと思います。皆さんね、気泡はですね、ダイソーの商品でもできるっていうことがですね、皆さん確かめられたので、良かったかなと思います。まあでもですね、ちゃんとするなら、皆さん普通に、そのアルコールインカート海外の方、もしくは日本の方がやってる気泡の作り方でやった方がいいと思います。まあね、ダイソーの商品でやるとですね、まあたまにアルコールが入りすぎてるとですね、このような形でですね、まあアルコールが飛んで、普通にアルコールインカートみたいな感じになっちゃうので、気をつけてください。本当に少量しかなくて、ピシャピシャすると水滴のように飛んでいって、こういう風にですね、もう気泡ができるので、ぜひね、楽しんでいただければなと思います。まあ今回はですね、このような形で気泡の作り方っていうことで説明させていただいたんですけども、最高にですね、皆さんと一緒に楽しめたかなと思います。まあアルコールインクアートはですね、ピニャータのアルコールインクはですね、なかなか手に入れることが難しいんですけども、今ね、そのブラスとかいうものがなかなかないんだよね。結構人気なのかなと思います。それが手に入ればもう本当に手軽にですね、始めれるアートだと思うので、ぜひね、皆さんもそれを手に入れたらですね、ゆっくりでいいのでやってみていただけると嬉しいなと思います。ということで今日はこの辺で終わりたいと思いますけども、またですね、アルコールインクアートさらにですね、進化を遂げて皆さんにお届けしたいと思いますし、そして新たにですね、自分が初めてのアート、そして皆さんにお届けして皆さんが楽しんでいただけるアートを追求していきますので、これからもぜひよかったら楽しみにしていただければなと思います。では皆さんとまた最高の明日でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。センキュー、また明日。